ユナイテッドサポーター部、頑張れ鹿児島アスリート。ユナイテッドサポーター部、ユナプラ。ユナイテッドサポーター部、ユナプラのコーナーです。さて、久留米さん、はい、前節は鹿児島ユナイテッド FC、 横浜 FC に1対2で敗戦となってしまいました。はい、ご覧になっていかがでしたか？そうですね、前半の試合内容だと、うん、まあ、いいかなと思ったんですけど、はい、やっぱり後半なんかちょっとリズムが違ってきたんじゃないかなという感じはしましたね。うん、そうですね、ニュート選手がね、2試合連続で得点を取って、あ、いけるかなと思ったんですけれどもね、まあ、その後も決定機もあったし、うん、まあ、これまで、ね、決定機で決めてきて勝利をつかんでたチームだったのが、はい、今回の試合に関してはちょっと決定機を外す機会が多かったのかな、それが結果に出てしまったんじゃないかなというふうに思いますね。決定機ですか。いい形でね、ボールをつないではいますし、そこから攻撃の、ね、形も作れてるとは思うんですけれども、そこからの一歩ですかね。そうですね、ま、あの、修正してると思いますので、今週もみっちり練習をされている鹿児島ユナイテッド FC ですから、はい、今週末もホームゲームになります。日曜日の試合、ぜひ皆さん、今回は福岡との九州ダービーですから、そうです、ね、応援に来ていただきたいなと思います。さて、今日はですね、すごいメッセージが多くて、いやー、このお二人の人気ぶりがね、すごく、あれかな、田中選手、富永選手、今日インタビューなんですけれども、今日楽しみにしているというメールがかなり届いてますので、早速このお二人のインタビューをお届けしたいと思います。それではどうぞ。ユナイテッドサポーターアップユナプラ、今日は、副部長のじゃんけんマンが取材に来ております。今日はこちらの選手を応援していきます。自己紹介をお願いします。背番号26番のディフェンダー田中壮一です。背番号27番ディフェンダー富永慎二です。はい、よろしくお願いします。ちょっと質問なんですけど、じゃんけんマン的な、個人的な、結構最初に、練習の最初にトレーニング多いじゃないですか。それって結構他のチームでもそうでしたか？い感じなんですか？いや、あ、初めてですね、こんな、あの、チームとしてこうやって筋トレをするの、ここまでやるのはなかなかないと思います。きついですか？そうでもない感じなんですか？いや、きついはきついです。前節、明治安田生命 J2 リーグ第14節横浜 FC、残念ながら1対2で逆転負けをしてしまいましたが、試合を振り返っていかがでしたか？田中選手。はい、あの、まあ、先制したんですけど、ちょっと逆転されてしまって、まあ、長いシーズン、まあ、いろんな試合があると思うので、まあ、こういう試合も、ちゃんと教訓にしてやっていきたいなと思います。選手、まあ、雨の中4000人以上お客さん来てくれて、まあ、勝ちたかった試合ですけど、負けはしましたけど、チームとしてやるべきことはやれたと思うし、まあ、この後何節続けてきていることは、まあ、出てたとは思うんで、またこの負けを次につなげていければなと思います。ありがとうございます。それじゃあ行きます。サポーターぶっちゃけ質問ボックス、これを1枚引いていただいて質問に答えていただきます。富永選手1枚取ってください。田中選手も1枚取ってください。じゃあ富永選手お願いします。読んでください。はい、ラジオネーム和子さん、試合の前日に必ずこれを食べるというものはありますか？カツ丼とか。ありますか？ないです。ない。特にいつも通り。じゃあいつも通りは何を食べてるんですか？いつも通りはサラダと肉とご飯と汁物。自分で？あ、そうです、はい、自分で作って。さすがです。毎日です。自分で作る中で一番これ食べるなっていうのありますか？鶏肉が多いですかね。それは体を意識して、それでも好きだから。いろいろ考えながら、まあ、ソテーだったり照り焼きだったり、まあ、やり方はいろいろですけど、食べるようにはしてます。だって一時期あれですもんね、ユナカフェで作ってましたもんね、いろいろ。まあ、あれはいただけです。じゃあ田中さんお願いします。チーム内でお手本にしている選手はいますか？いますか？いや、チーム内でチーム内ではこういうところがあったらあれもいい。どうですかね、まあ、マイペースなのであんまり。ちなみにチーム外だったらなんか誰かこう先輩とかでいるんですか？なんだろうな。特にいないでしょ。まあ、
岡山にいた時には、もう引退されましたけど、梶明さんは、まあ、同じポジションでやってましたけど、今はもう自分のスタイルで、いやまあこうなかなか追いつけなかった選手なんですけど、まあすごくこれいいお手本だったなと思うし、今も参考にしてることはいろいろあります。なんか意外とあまりシャイな感じなんですかね。いや全然意外じゃないじゃん。田中さんずっとこんな感じです。あ、マジですか。意外っすね。ちなみに勝負飯っていうかありますか、試合前に食べる。ないですか。特にドラマとか見るんですか、アニメとか。なんか好きな、なんか趣味系をちょっと掘り出そうか。ちょっとだけ教えてください。ドラマとかアニメとか。映画僕は映画っすね。何見ましたか最近は。タイの映画なんですよ。それ掘り下げたもん。テンパラ。はい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 。あそこ結構いい映画やってるんで。ああ、ちょっとマニアックな感じのね。渋いっすね。でも面白いな、あそこにあるやつ。逆にありますか、なんか見て最近見てるもの。最近見てるもの。まあドラマ、映画、アニメ。あ、なんか最近この前キングダム見に行きました。あ、俺も見ました。あれ面白くなかったですか。面白かったですよね。あ、キングダム見てる、もしかして。あれはアニメを見て、何も見てない人が見に行った方がいいです。そう、俺何も見てなかったからめちゃめちゃ面白かった。アニメも漫画も全部見てるんで。あ、なるほど。超えては来なかった。それはないですよね。アニメを超えるものはなかなか難しい。ありがとうございます。トミー選手はいますか、なんかこう尊敬している選手や先輩ですかね。まあでもユースの時は今駒野さんとか今では同じポジションになってるんで、まあ手本になる部分はすごい多いですし、だいぶ自分も年上の方になってきたんで、ある程度自分のっていうのをある程度確立してきてはいるのかなと思います。今週末もホームゲームです。5月26日日曜日、アビスパ福岡との対戦です。13時キックオフなんですが、なんと、催し物たくさんあります。今度のホーム戦は、南和エナジースペシャルマッチということで、アンケートに答えるだけでユナイテッド FC プレミアムサイン入りグッズが当たります。大放出ということで、はいはい、皆さんぜひアンケートに答えてグッズをゲットしてください。そしてなんといっても26日はアビスパ福岡との対戦ということで、アビスパ福岡戦はバトルオブ九州なので、まあ、九州のチームとして負けられない戦いですので、ぜひスタジアムにお越しください。ありがとうございます。サポー、あ、ちょっとかぶっちゃうんですけど、サポーターの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。じゃあ富成選手お願いします。はい、J2 になって初めて福岡とやるんですけど、まあ、負けられない戦いだと思うんで、一緒になって戦っていただいて勝ち点3取れるように僕らも頑張るんで、スタジアムにお越しください。お願いします。田中選手お願いします。はい、とにかく鹿児島が少しでも盛り上がるように日々練習を重ねてますので、ぜひスタジアムの方に遊びに来てください。お願いします。それでは最後にユナイテッドリクエスト、ユナリクのコーナーです。リクエスト曲1曲をお願いしたいんですけど。世界の終わりでレイン。